ミュージックバンカーオメガ 83.8 日本音楽ナイト。皆さんこんばんは。日本飲んだくれナイトの時間がやってまいりました。メインパーソナリティのノミネーです。今宵もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。この番組はお酒に関するさまざまな情報を通して日本を全力で応援、元気にしようという情報番組です。では情報を収集してくれる飲んだくれたいメンバーを紹介します。ふーちゃん。はい、どうもふーちゃんです。どうも1週間ご無沙汰でございました。ご無沙汰です。まあ所用がございまして、まあ戻ってきたんでね、いろいろと頑張っていきたいなとぼやっとしながらしてますけど。とりあえず今週もね、美味しいお酒飲みながら楽しい話できたらいいなと思います。次なおちゃん。はい、なおくすです。みんな元気ですか？風邪ひいてないですか？うん、そろそろ風邪流行ってるから、インフルエンザとかね、ちょっと気をつけないと、酒飲みながら、そう、アルコール消毒大事。私この前あの塾長が陽明酒持ってきてくれたじゃない。であの時ちょっと本当に風邪気味で、飲んだらマジで元気になって、ほんまに。でそれからたまに陽明酒飲んでんすよ。買ったんだ。なんか風邪ひきそうって思った時に、その時って大事じゃないですか。行き始めって行き始めが一番。そうで、それの対策って難しくて、まだ風邪薬も飲めないし、なんかかといってみたいな、なんか探してたんです。カコン糖飲んだりしてたの。あるね。そうそうそう。なんだけど陽明酒が一番効くんだ、私の体にはって思って。自分の体に酒があって。それで風邪ひいてないで頑張ってますっていうね感じなんですよ。塾長どうぞ。はい、皆さんこんばんは。2年目からキャラが変わったお酒の塾長です。塾長オブお酒。今日も元気100倍お酒100杯頑張りまーす。はい、今日はですね、あの前回に引き続きましてゲストですね、酒の高浜、千葉県柏市ですねから、の、高浜克幸さんが今日もお越しいただいてますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。酒の高浜の高浜です。お願いします。お願いします。私はまあなんか1週間目初めましてなんですけれども、ね、よろしくお願いしますって言ってるんですけど、初めまして、初めまして、よろしくお願いします。お願いします。いやもうなんかいっぱいお酒が並んでてね、早く飲みたいなと思って、ね、なんか楽しみですね。この後紹介してもらえるって思うと楽しみです。高浜さんは飲んでますか？週に何回ぐらい飲みます？週に、7日ですかね。まあまあまあ日課ですよね。休館日エブリデイです、ね。聞きたいんですけど、自分のお店に置いてあるお酒を自分で飲むのはよくやるんですか？よくやりますあ、一応飲んでるっていうかチェックをしてるってことですね。シーンですね。シーン、シーン、あ、なんか便利な言葉で。シーンという名の、でもお仕事ですからね、それもね。そうです、仕事で飲んでるわけですよ。シーンした結果それなくなったみたいなことはないですよね、さすがに。あの多分いや飲んでたらね、ボトルの棚が消えてましたみたいなありえるね。まあ、そんなあんまり休館日ってね、設けてもね、そんなに影響ないらしい、実は。1日ぐらいだと。1日ぐらいだと、あんまり思った。肝臓の先生が言ってた。肝臓の先生に聞いたんだ。肝臓の先生が言ってた。何日か開けないとダメなんだ。そうそうそう、それで、ね、効力発揮するけど、1日ぐらいじゃって言ってましたね。結果、どうせ毎日飲むなら飲んじまえって話ですね。そうそう、体調悪くなったら飲めないから、やっぱり。そうね。飲めるときは飲んどきましょう。アルコール消毒ですよね、やっぱり、ね。すごい酒飲むのいい。変に推奨してる気がすんなって。まあ、ほどほどに。ね、はい。はい。では、今週も極上の一杯を探す旅に出かけましょう。最初のコーナーは酒に歴史ありです。特定の蔵元や銘柄にスポットを当て、そのお酒や蔵に関するストーリーを皆さんにお伝えいたします。今週の担当はゲストの高浜さんです。よろしくお願いします。お願いします。今回ちょっとあの紹介させていただきますのは、はい、私あの出身があの石川県 の珠洲市って言いまして、あの能登半島の一番本当の先っぽの方、先端の方にありまして、ものすごいそのもう本当に自然豊かなところなんですけれどもあのそこにあるですね、あの、
桜田酒造さんって言いまして、あの、はい、あのタコ島っていうブラックの町のですね、はい、あのまあ、こちらは漁港なんですけども、はい、そちらの港町にあるその小さな酒蔵さんをちょっと紹介させていただきたいなと思います。はい、はい、でこちらのお酒はですね、あの実はあの私あの25年ほど前まであの金沢に住んでたんですけども、そうですね、はい、いいとこですよね、そうですね本当に大好きなんですね。それでその時ですね、うん、私あの鈴なんで当然こちらのあのお酒っての知ってたんですけども、はい、ただあのほとんど金沢にも入ってこなくて、当時ですねほとんどあの 90% 以上がもう地元消費で、なかなかその外に出ないお酒だったんですけども、最近になってようやくあの金沢とかあと東京でも一部ちょっと見かけるようにはなったんですけども、それでもですね、あのまだあの地元でやっぱりすごいその 50% 以上がやっぱり地元で消費されてるって言います。すごいその地元で密着して本当のそのあのなんて言いますか、その港その地元のその、うん、地元密着型って言いますか、うん、そういう感じですね。はい、でこちらもですね、あのそちらあの桜田社長さんご夫妻と、はい、あのその父親ご夫妻、あの4人ですごくもうこじんまりと酒造りをされております。2代で夫婦でやってるんですね。そういうことですね。はい、今の社長はあの息子さんの方になってるんですけども、だから本当酒造りって言いましても、うん、あの正月明けの1月の中頃から始めまして、うん、もう2月の中頃にはもう終わってしまうという感じです。はい、あとはもう春先にかけてもうあとは酒を絞るだけっていう、もうそういう形でやってる、もう酒蔵さんになります。なるほど。ちょっといただいてもいいですか。あ、ぜひぜひ飲んでください。今日は持ってきていただいたお酒は、ね、あのもう早速ね、あのフライングして飲んでるんですけど、横ですって美味しいですか。すごいね、芳醇うま口で、何でしょう、優しさが伝わります。なんかほのぼのとした感じが本当に伝わる、濃い味がしますね。そうですね、すごく私もですね、本当このお酒が好きで、まあ、あの今でこそ私あの酒やってるものですから普通に、はい、あの取ってそれで飲めるんですけども、なかなかそのそうじゃなければ本当にその取り寄せをしないと。なるほど、お酒でして、純米酒と本醸造ですかね。そうですね、はい、なるほど。でこちらの酒蔵さんやっぱりちょっと規模が小さいものですから、あの純米酒と、はい、あとあの本醸造醸泉と本醸造のこの3種類しか通年でお酒としては出してなくて、そういう話でした。なるほど。それとですね、今日はあの皆さん先ほどから飲んでいただいてるそのコーヒー酒っていうのがありまして、真っ黒です。真っ黒の酒です。真っ黒なんですが、ね、コーヒーにしか見えないですね。はい、匂いもブラックコーヒーなんだよ、はい、ね、すごい甘くて美味しいよね。そうですね。でこちらはですね、あの鈴にあのニザミコーヒー店さんっていうそのニザミコーヒー店さん、はい、こちらの、はい、映画 あのモデルにもなったことがあるんですけども、あのすごいあの有名で全国からもそのコーヒー豆、そこでその焙煎したりブレンドしてるお店があるんですけども、そちらの豆使用しまして、でこちら あの本醸造 の原酒ですね、原酒にあのその焙煎したコーヒー豆を漬け込んだ、すごい豪華な組み合わせ、はい、すごい豪華で聞いてるだけですごい、すごい、そうです。それにあの少しあのカラメル、あの自家製のカラメルでちょっと味の調整しているお酒です。この甘みがカラメルなんですね、はい、ですからあのこれすごく色真っ黒なんですけども、あのそういうあの色とかも一切つけてなくて、あとあのはい、あの味とかもほとんど日本酒とコーヒー豆、あとはまあその砂糖の糖分の味だけ、不思議、香りがね、はい、コーヒーなんだよね、そうそう、見かけも、でもなんとお酒なんだよね。ちょっとね、日本酒も感じますよね。そうそうそう、ちょっとね、でもなんかそこまで飲みづらいというか、きつくないっていうのがとって、全然なんかね、コーヒー好きでよく飲む人とかにどうぞって出してあげて喜ばれそうな、美味しい、職場に置いときたい、ね、そう、食がコーヒーのコクが、ね、ただですね、これあのすごく飲みやすくて、あのアルコール分ちょっと感じにくいんですけど、実はあの16度ありまして、そうなんですか、原酒だから、はい、原酒につけて全然わからなかった、やばいな、パッケージ可愛いんだよね、パッケージが、あとの小さなコーヒー酒っていう風になって、ね、猫ちゃん、猫ちゃんがいて、なんかミルクで割る、氷で割る、スイーツにかけてみる、なおちゃんなんでそんな可愛い子になってるの、可愛いんだよ、猫に与えないというのはなかなかに、なんかユーモアがある感じですね、超可愛くないですか、もうなんかキュンキュンですよね、はい、女の人にすごい飲んでもらえそうな感じ、そうですね、はい、高山さんさすがですね、ふーちゃんのライバルがついに登場って感じかな、何の話があるんですか、純米酒の方は山田錦
はい、そうです。醸造の方が石川門ですね。はい、そうです。はい、石川門結構一時期ちょっと話題になりましたね。なるほど。米、はい、NHK のドラマにも、あ、そうですね。はい、出てましたね。はい、出てましたね。どっちも美味しいですでも、うん、美味しい美味しい、濃い味がする両方とも、うん、まあ、どっちかというと、甘口タイプですね、うん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 、さあ美味しかったですね、美味しかった、はい、ありがとうございます、すごい勉強になりました、ありがとうございます、ありがとうございました。ではここで一曲お送りします。イシューリアンで箱の中の猫。猫、今宵の飲んだくれトーク、それでは2つ目のコーナーに行きましょう。今宵の飲んだくれトーク、ここでは季節の話題や全国のちょっと珍しいお酒のご紹介、そして時にはゲストを呼びしてお話を伺うコーナーです。今週の担当はなおちゃんです。はい、なおくすでございます。今日はですね、はい、実は私先日ハネムーンに翔丸さんと、翔丸さんとイエーイ行ってきました。姉さんどうしたの、なんか片言みたいになりましたけど、懐かしいなと思って翔丸さんとハネムーン行ってきました。はいはいはい、で行った国がですね、モーリシャスっていう島国なんですけど、ご存知？どこにあるの？島々。結構まだ知られてないかもしれないんですけど、あのね、アフリカの南東部の方 の、 あの マダガスカル島ってあるじゃないですか。まだそこからこう 900km ぐらい行ったところのインド洋のな、こう真ん中ら辺に浮かんでる島国、うん、モーリシャス共和国っていうんですけど、共和国なのね。そうなんです、そこまでちょっと行ってきます。まあ、あの簡単に言うと、日本人にとってのハワイがヨーロッパ人にとってのモーリシャスみたいな感じで、南国リゾートなんですよね。なんかヨーロッパのセレブとか、本当にウィリアム王子とかがバカンスに来るみたいな、うん、すごい、じゃあ結構いいとこなんだね。そうなんですよ、まあ、ちょっと時間はかかるんですけど、そうね、うん、ドバイ経由で行ってきました。あ、乗り継ぎか。そう、全部で22時間ぐらいかかって、おえ、片道じゃないでしょ。うん、あ、片道、片道22時間かかる。で飛行機の便がないとそうなるっていうのがわかる。ただね、もう行ったらものすごい天国みたいな、本当に綺麗な海と人が少なくて、でなんかそのマーク・トゥエインの、うん、あのトム・ソーヤのマーク・トゥエインさんに言わせると、うん、はい、これは有名な言葉で、神はモーリシャスを最初に作り、そしてモーリシャスを真似て天国を作ったという言葉を残しているぐらい、あ、じゃあもう地上の楽園っていう、本当にそういう意味なんだね。そうか、そうすると酒もあるっていうこと。そうですね、ごめんなさい、なんかハネムーンの話がしたかったっていうまあまあまあ大事なご報告、ね、まあ、じゃあその島国でいうと、一番やっぱりもうすごい観光してると、ザーッとね、サトウキビ畑が、あ、なるほど、っていう風にあって、サトウキビでできるお酒といえば、塾長何ですか？うん、それはあのラムですよね。そうなんです、うん、ラムなんです。今日はラムを、モーリシャスのラムを、おー、みんなのお土産に買ってきました。あらー、いただきます。イエーイっていう話をしたいですと。甘い甘いハネムーンで甘い甘いラム酒。そうなんです。ノミネーキャラ変わったね、これね。なんかちょっと可愛らしい方向に女性人が弾けようとしてて、ちょっとね、あの恥ずかしがり合って感じですね、まだね。あの我々見えてますけどね。まあそれよりもラムに話も、甘い甘い、ちょっと飲んでみてくださいね。ぜひ飲みながら聞いてもらいたいんですけど、やっぱりモーリシャスって農業がやっぱり経済の根幹をね、成してるんですけど、やっぱ輸出入の 88% を占めてるのがもうサトウキビなんです。なるほど。で、あの結構そのラム酒工場、本当にラムよく作ってるので、うん、あの観光地化されたラム酒工場っていうのが、シャマレルラム酒工場っていうところがあって、ね、うん、そこに見学にちゃんと行ってきました。うん、やっぱラム酒を売ってるし、すごい綺麗なあの工場だったんですけど、うんうん、そこでこう見学コースもあり、うん、試飲もできて、売店もあって、レストランもあって、ご飯も食べれるみたいな風になってるんですけど、そのシャマレルっていう山なんですけど、その、あ、そうなんや、はい、山の中にあります。で実はこのラム酒ちょっと飲んでいただきたいなと思うんですけど、ヨーロッパではなんかスピリッツコンクールでいくつも賞を取っている、あ、そうなの、実力派のラム酒ですと。ほうほうほう。でなんかこうもう調べたんですけど、やっぱりこの工場で作られているラム酒って、ラム酒の中でも 5% しかないって言われている、うん、貴重なその
アグリカルチャーラム、うん、アグリカルチャーですね、はい、うん、お塾長そうなんです、ちょっとだけ言ってもいいですか、うん、説明しますか、はい、どうぞ言ってください。なんか、うん、サトウキビって、まあ、砂糖を作るためにあるじゃないですか、うん、なのであのラム酒ってやっぱりその時のその搾り取ったジュースをこう結晶化させる工程で抽出するその酒、うん、水分を蒸留して、うん、あのまあ、砂糖を作る時の副産物としてラム酒ってできるものなんですけど、うん、このアグリカルチャーラムっていうのはそのサトウキビを搾ってその搾り汁そのものから作られるっていう、うんうん、へー、贅沢な、すごい貴重なね作り方ですよね、うん、そうそうそう、だということもあって、うん、なんか私もその香り高いというか、もうなんかふんわりと甘みのある香りがしてますね、うんうん、どうですか高浜さん。そうですね、すごくあの香りがいいですね、うんうん、ラムはラムでもあの無色透明じゃなくてあのダークラムの方ですね、色がブラウンの系統ですので、はい、樽熟成をしたと思われるラムになりますね、これね。なんかバニラもちょっと風味でついてるやつを今日は買ってきたんですけど、うん、すごいなんかふんわりとバニラの香りも味もする、甘い、ね、甘い甘 甘い。なんかね、もうスーパーに行ってこれ買ってきたんだけど、うん、ラムのコーナーだけブワーってすっごいあって、なんか2メートルぐらいなんかラムがあって、でこれは私ちょっとまあハネムーンなんで泊まったところが一応5つ星ホテルに泊まってきたんですけど、そこにもこうサービスとして置いているようなあのメーカーの、まあ、これもシャマレルの、うん、そうなんです。バニラも有名なの、モーリシャス。バニラもそうなんですよ。あ、そういうことやね、あそこにあれなんやね。大体モーリシャスのお土産ってバニラティーかラムなんですね、うんうん、へそうなんですよ。美味しいでございます。あの現地の人はどういうつまみでこのラム酒をラム酒と思うんですか。ええ、というかフルーツと一緒に混ぜてラム酒をこう潰して、それがもうホテルにも置いてありましたね。へー、確かにフルーツ合いそうな感じやもんね、うん、これね。なんか現地では飲めないからいいね、勉強になりますね、うん、勉強なるわ、なおちゃんごちそうさまです。みんないっぱい飲んでくださいね、お土産です。というわけで今週はモーリシャスのラムをご紹介しました。酒かわら版のコーナーです。ここではお酒のイベント情報やおつまみのレシピなど身近で多彩な話題をお伝えしていきます。今週はリスナーののりちゃんさんから頂戴した質問にお答えしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。日本酒を聞き酒する時のポイントを教えてください。あ、それは知りたい、質問やね。いつの間にか聞き酒が聞き酒じゃなくなってる時あるもんね。いつの間にか出たら飲みたいだけになってる時があるからね。飲っちゃったみたいな、飲まなくなっちゃったみたいなね。平常の意識がある時にやることを教えてください、うん、確かに教えてください。我々にもぜひ。塾長、そうですね、これはあの一般的にはね、はい、よくあの外観と香りと味わいですよね、うんうん、まあ、外観特に見るのはあの発泡酒、発泡 の日本酒だったら泡ですね、うん、泡の大きさとかですね、うん、見たりとか、あとは色ですね、熟成してるかどうかとかですね、そういうのを見る。そしてまあ香りと味わいはあの一般的にあの取っていくんですけど、ここでちょっと私の個人的な流儀をね、ご参考までに言うと、飲んだ後、一言コメントを考えます。コメント考える、うんうん、このお酒はエレガントな日本酒だとか、はい、このお酒は骨太で、誰々さんみたいな人感じのお酒だとか、このお酒、お酒はあの上品でまるで大和なでしこのようなお酒だとかですね。なんでそこで言うの。誰もがわかんない。あ、でも飲みねえのこと言ってるかもしれない。あ、とかコメント考えるのね。そういうこのお酒は何だと、いわゆるなんていうのかな、自分だけでわかるんじゃなくて、うん、第三者に説明する、うん、一言で簡単に説明できるようなことを心がけております。これが私の聞き酒のポイントだと思いますけど。なるほど。ね、高浜さんはいかがですか。そうですね。あの今の塾長はあの基本的なあの聞き酒の仕方を、うん、話してくださいましたけども、ね、これはもう私のもうやり方ですけども、はいはい、まあ普通多分皆さん同じだと思うんですけど、うん、まずあの香り見て色見て、はい、で飲んで味見て、はいはい、あこれはどうかなっていうのになるんですけども、うん、やっぱその後で、あこれはあのこの酒だと何が食べたいかっていうのですね。そうなんです。結局食べる方に合わせるものっていうことで考えるんですね。合わせるものってことで考えちゃいますね、はい、なるほど、で今日はこれは肉かなとかこれは魚かなとか、なるほど、うん、最近だと日本酒だと結構あの中華なんかにあったりするのもありますから、なるほど、これは中華料理でもいけるんじゃないんだろうかなとかって思ってますね、はい、なるほど、ただ一般の方でもできそうですよ ね、これに合いそうですよね。そうそう、なんかそれはすごい考え、逆に料理食べてこれだったら前食べたあの日本酒合いそうとかって思い出しの話にも、ああ、そう、そうなんです、自分だったら繋がりそうかなっていうのが一個、もっとその楽しみ広がるかなと思いますよね。じゃあ最後姉さんは、うん、私はですね、やっぱり色とか香りから入って、うん、あの粘性見ますね、あの粘性、粘性、
そう粘土、うん、あのそうですね、粘り具合っていうんですか、はい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 、エキス分がグラスのこうちょっとスワリングってかき回すと筋が出るんですよ、足っていうんですけど、グラスに。それを粘性っていう、粘性を見るときにエキス分が多いと足が結構はっきり出たりします ね、アルコール度数の高いものとか、そういうもので見たりとか、あとは私の場合はポジショニングマップが頭の中に大体入ってます。ポジショニングマップ、なんか多分辛口と甘口、あ、なんかあのメニュー表とか多分載ってたりする4証言みたいなのが入ってて、まあ吟醸酒なのか純米酒とか熟成酒に触れる、あとは余韻の長さ、縦は余韻の長さです。余韻の長さ、余韻の長さ、それが縦なんですかね、続くか、そう、軽い警戒感のタイプなのか、うん、それとも熟成してる余韻が長い旨味のたっぷりなタイプなのかっていうのは、ただの甘口辛口とかじゃないってことですか。じゃないんですね。どっちかっていうとテイスティングするときはあんまり甘辛よりは余韻が長い短い、フィニッシュの余韻が長い短いで表現するので、ポジショニングマップで、はいここってなるとですね、ここに置こうとかいうのは意識してますね。でも多分ポジショニングマップそこ出てこないんだろうな。俺の頭の中多分ね一本しか線がないんだ。そりゃそうでしょ。で、紙だと二次元の世界っていうんですか、ここ二次元で表さなきゃいけないから難しいので、やっぱり高さとか欲しいんですよね。三次元ね、三次元になってくるんだね。三次元、そうそうそう、それで開発してくれたらね、誰か開発してほしいな、これのここみたいなね。難しい話のような気がするけど、だいたいいつもそんな感じでテイスティングしてました。悲しいからね、酔っ払ってもね、日本酒だけは味わかるんですよ、私。そうです、悲しくないですよ、最高ですよ。悲しくない。だから味わかりたくない時は違うもの飲んだ。それならない、冷たい時かっこいいな。まあ飲みの絵もね、いろいろあるんやで。そういう時もあんねん。なんか塾長、何のフォローかようわからんけども、いろいろあるんやでって、そんな感じで聞き先やってます。はい、ということでね、聞いていただいて、それぞれ合うものを試していただければなと思います、ありがとうございました。はい、このコーナーでは皆様からのお便り、ご質問を募集しております。メールアドレスは sake@music-banker.com sake@music-bunker.com です。なお、ミュージックバンカー公式ウェブサイトトップページのラジオ番組一覧に宛先へのリンクがございますので、こちらからも送信が可能です。お待ちしております。以上、酒河原版でした。今夜の日本飲んだくれないといかがでしたでしょうか。いやー、お酒いっぱいあって幸せだな、本当。高浜さん3つも持ってきていただいたんだなっていうのはね、ありがとうございますね。飲んでから知るって美味しかったです。めったに飲めないですよ、体型もね。そうですね、はい、なんか本当に美味しい、美味しかった、濃い味のね。やっぱりなんか魚も食べたくなっちゃう。そうですね。何国っておっしゃいましたっけ、体型。200国ですね、はい、200国がどれぐらいのもんかはちょっとわからない。2万本少ないかも。2万本のうちの1本貴重ってことでしょ、すごい、ね、今日は4合瓶だけどね。あ、まあまあまあ企業行くと2万本ぐらいの、はい、そっか、貴重ですね、すごくね。なんかそれはありがたいなっていうのと、コーヒーの酒がね、すごい自分の中ではハマってた。そうなんです、私も好きなんですよ。いいですね。あれやったら女性にも勧めやすそうでいいですよね。女性にも勧めやすそうでいいですよね。顔ラジオだから顔出てないから塾長。あ、でもさっきかき氷とか、はいはいはい、バニラアイスにかけたら美味しいっていう話してたね。そうですね、ほんとそう思って、はい、今年の夏もその置いていただいてる店で、はい、そのかき氷の上にかけるような出し方していただいたと思います。かき氷の上にね、バニラアイス乗っけて、はい、やばくない、バニラかけて、はい、やばいよ、やばい、それが女性受けそうな感じ、女子トークが一気に盛り上がった感じ。キャピーだよ、キャピーね、ほんとやばいですわ、本当に。でもあれですね、今日ね、この、石川県能登のね、はい、お酒、そしてモーリシャスのラムいただいたんですけど、この2つもちろんお酒っていう仲間は一緒なんですけど、うん、なんだろう、全然種類は違うんですけどね、うん、ただ一つ思ったのは、やっぱり現地に溶け込んでるお酒っていうのを思いましたよね。例えばこの、日本酒、石川県のものは非常に芳醇な感じがするし、こっちのねラムの方は先フルーツと合わせてあったのはなんかすごいわかるような気がしますので、やっぱり文化、お酒っていうのはね、文化の象徴だなっていうのを改めて思いましたよね。なんかその土地のものとやっぱり合わせて飲んでるっていうのが、私もそのモリシャス行っても感じたし、さっき石川県のお話聞いてても、美味しい魚に合うなみたいなね。石川県美味しいから ね本当に大好きでよく行くんですけど、まあ行きやすくなったからね、東京からだと。カニとかのどぐろとか超美味しいですよね。どぐろとか近くなりましたので、ね、っていうね、新幹線でね、
綺麗になりましたから、うん、さんもねえ、本当にね、あとは人柄も表すかもしれませんね。こういうお酒の人柄っていうのはちょうどねリンクしてるところがあるので非常に面白い分野かなと思いますよね。確かに、いいお酒をたくさん、いや素晴らしいお酒をいただきましたね。もうさすがね、うん、女性受けする高浜さん熟女好きのお高浜さん、どういうことですか、私は若い方が好きです。またそれなんか知らない間になんかいろいろと起きてるような気がするんだけど、気のせい、歴史は繰り返す。はい、ではこの後はアーティストヒストリーをお楽しみください。モニナちゃん頑張ってね、神々ですけど頑張ってすいません。明日も美味しいお酒が飲めますように。乾杯乾杯。ゲームをしよう、かなか。いくだよね、かなかにね、懐かしい思い出の場所巡りをしてもらおうと思って、僕とかなかとりょう3人のね、幼なじみの淡い三角関係を描いたコールラインコール。そんなところにあったのですね、私の目。目って本当に目ってこと？ありがとうございます、定一郎様。何かお礼をさせてください。あ、そうですわ、申し遅れました、私ミレニア。どうなさったのですか、聖一郎様。聖一郎様、彼女はすでに死んでいた。コメディホラーアクションラバーズオブザリビングデッド、ミュージックバンカーの関西所属声優を中心としたドラマ CD カラフルコネクトボリューム1、ミュージックバンカーオンラインにて好評発売中。ミュージックバンカーオメガ、超フル FM。超風 FM ミュージックバンカーオメガ 83.8